デイズのグレードがハイウェイスター G になります。外装から写していきます。純正アルミです。タイヤの溝もまだ残っています。次に内装です。走行距離は115,904km です。ナビです。ナビの現在地は後ほど修正しておきます。テレビです。ラジオ、テレビ、SD カード、Bluetooth 接続可能になります。バックカメラです。オートエアコンになります。プッシュスタートです。オートライトついてます。アイドリングストップです。助手席下の収納もこのようにボックスが入っております。収納ボックスになります。グローブボックスです。 ETC もついてます。ちなみにこのモードを切り替えるところがちょっと接触が悪いので作動しません。スマートキーになります。シートリフターついてます。以上です。ありがとうございました。